アルタミラ洞窟は、スペイン北部、カンタブリア州の州都サンタンデルから西へ 30km ほどのサンティラーナ・デルマル近郊にある洞窟。ユネスコの世界遺産に登録されている、アルタミラ洞窟壁画で知られる。洞窟の長さは、約 270m ほど。アルタミラ洞窟壁画は、戦士ヨーロッパ時代の区分で主に、 マドレーヌキと呼ばれる旧石器時代末期に描かれた野牛、イノシシ、馬、トナカイなどの動物を中心とする壁画である。ユネスコの世界遺産に登録されている。壁画はソリートレーキに属する約18,500年前頃のものと、マドレーヌキ前期頃の約16,500年前から14,000年前頃のものが含まれる。 1> 約1万3000年前に落石によって洞窟の入り口が閉ざされたと考えられ、これにより幸運にも壁画は外気から遮断され、理想状態に保存がされている。これらの壁画は1879年にこの地の領主であり、法律家でありアマチュアの考古学者でもあるマルセリーノ・サンス・デ・サウト・オラ公爵の5歳の娘、マリアによって偶然発見された。 公爵はこれらの絵が旧石器時代のものであると考え、1880年に発表したが、当時は旧石器時代の絵が知られておらず、学会からは公爵の捏造だと疑われた。20年ほどの間に、他の地でもいくつかの洞窟壁画の事例が報告されたが、これらの絵にも当初は否定的な見解がなされた。公爵は失意の中、 1888年に57歳で、この世を去った。しかし、1900年代に入ると科学的な調査も進み、これらの洞窟壁画は、間違いなく、旧、石器時代の絵と認識されるようになった。公爵の死から15年後、公爵の論文を否定したトゥルーズ大学のカルテラック教授は、洞窟壁画に関する、肯定的な論文を発表し、 かつて公爵の論文を否定したことを謝罪した。なお、先にも書いてある通り、発見されたのは偶然だが、漁師は1869年に地方に住んでいた、漁師に洞窟に関する話を聞いたことがあるが、当時は興味を示さず、1878年にパリの展覧会で、旧、石器時代の展示物を見て、洞窟壁画の存在を察知していたとのこと。 アルタミラ洞窟の壁画は外気に触れて痛みがひどくなっているので現在は公開されていない。また他の地域の洞窟壁画も同様の理由により現在は非公開とされている。スペイン国立考古学博物館のレプリカ書きの3箇所にレプリカがある。1985年にアルタミラ洞窟として単独登録されたが2008年にはさらに17箇所が 追加される形で、拡大登録され、アルタミラ洞窟とスペイン北部の旧石器洞窟美術と解消された。追加された17洞窟は、大西洋岸の3自治州にまたがっており、カンタブリア州に9洞窟、アステリアス州に5洞窟、バスク自治州に3洞窟がある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。